いや、みんな、私だ。コニーでございます。今日もサイレントヒル2の続きからやっていきたいと思います。で、ブルックヘイブン病院の攻略の続きでございますね。で、まあ一応今向かっているのが委員長室でございます。今行けるところ大体全部制覇して、まあ委員長室の鍵というのはね、持ってますんで、まあ、そちらの鍵を使って委員長室の攻略をしていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。というわけで入っていくか。ここだにゃ。ラピスの目の鍵。あ、ちょっと待って、これ箱に使えるやつかな。まあいいや、とりあえず委員長室の鍵。最後にまとめてでいいでしょ。で、お邪魔します。まあこういうパティーンか。なるほど。まあとりあえず、委員長室に敵いないっしょ。多分。うわ、ちょっと待って。めちゃめちゃあるやん。これ、ボスかなんかいる、また。なんかボスかなんかいるかもしれんな。こんなに充実する？充実しねえよな、普通。ん？ラジオ再生しない。何も記録は残されていないようだ。ここには何もなしか。あ、ここ謎解き部屋だったよね。で、あ、なんかあるわ。これは？もう痛みはなくなる。はい。黒ーい。なんて書いてんのこれ。ノーペイン。ノーペインだ。ノーペイン。よし。あー、院長室これだけ？回復薬はありがたいけど。となると、これ上に行くってことでしょ？院長室の上ってどこだこれ。P って書いてあるとこ。P。I17 ってとこか。違う。17ってとこにいるのかな？とりあえず行くか。まあ、行くしかないもんからね、ここね。はい、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 はい。あなんだこれ。隠し部屋じゃん、完全に。完全な隠し部屋だわ。え？何これ。押しても何も。これ、電気なんか、処刑かなんかするつもりなのかなこれ。なんか、頭にこれ、やってさ、電気流しそうな雰囲気じゃない？気のせいかな？気のせいだろうな。気のせい。そんなことない。絶対そんなことないから。仮にもここは病院やぞ。そんなこと誰がするかって話ですよね。あら、シリンチ、ちょっと待って。なんか感じるぞ。なんでこんなに装備を充実させてくるんだ。絶対、なんかあるでしょ、これ。電気ショック療法室で患者00505がいるのを見つけた。予定を確認しても彼に電気ショック療法を行う予定はなかった。彼一人であそこに入ったってこと？でも電源の付け方を知っているはずがない。一体誰がこんなことを？お。あともう少し。もう少しで起きる。きっと。何が起きるってんだ？これあれか。どっかで電気を復旧させて、なあ、処置用寝台だって怖っ。真っ赤になってるんだけど。ねえ、血が滲んでるんですけど、何これ。ああ、コード伸びてるわ。え？コードが伸びてる。コード伸びてるよ、これ。やる気満々じゃねえか。あ、ここ入れるわ。16？ ノットペイン。痛みなんか感じないぞ。痛みだと感じない。おお、まだ行くのかい。いや、この先いるよね、これ。ジュルジュル音鳴ってんだもん。ジュルジュル鳴ってんだもんな。音鳴ってんだもんな。これ。あ。来んのかな、これ。あいつ、あれか？ハイハイしてくんのか、こっち。ハイハイして来ないじゃねえか、あいつ。よし。開かない。でも、いたのは確認したな。ジュルジュルしてる、ジュルジュルしてる、ジュルジュルしてるよ。
よし、まあまあまあいいでしょう。一人ずつ私が処置してあげよう。どこにいる？いるんだろ？見えていたんだ。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。いって、なんで回避したい？ちょっと二人は聞いてないよ。一人がいいんじゃないかなと思います。僕は一人がいいんじゃないかなと思います。一人ずつがとてもいいと思います。一人ずつでいいと思います。おい。おい。よいしょ。おい。おい。おい。逃げい。ふぅ。どうせあいつら、追ってこれない、ここ。僕を見失ったようだな。見失ってない。ちょっと待って、あいつ、この隙間くんのかよ。おい。やるじゃねえの。ふぅ、まあ一旦落ち着こうか。これだからあれか。いっぱい栄養ドリンクとか置いてくれたのか。いるか？いるな。いるよな。はい。よいしょ。オッケー。オッケー。で、追ってきてくれた方がいいぞ。追ってきてくれ。来い。その扉を開けて来い。ねえ、じゃあ、ねえ、来ちゃったよ。いて。ちょっと待って、あの、二人してこなくていい。一人ずつにしよう。ねえ、あのね、無理だから、三人で、いろいろやったりとか、僕、真面目だから、無理だから。よし。オッケー。仲間意識高いね。君ら仲間意識高いね。素晴らしいよ。素晴らしい。いい仲間意識だ。来なさい。よいしょ。おっと。仲間意識は素晴らしいね。よし。で、来てもらっ、来ねえのかよ。何やってんだよ。おっと。頭がブルブルしてる。よいしょ。オッケー。あーな、もう、この回避にした後のさ、追撃が、無理だ。見て、もううまくいけない、うまくいかないよ。なんでこんな頭ブルブルしてるセクシーなお姉さんに追っかけらんねえといけねえんだ。まったくよ。あ、開けた。自分で開けられるじゃん。よいしょ。ああ、こっちの方が早い。オッケー。よし行くぞ。ああ、落ち着いた。もうやんなっちゃうわ、これ。で、便所は入れなかったから、水治療室とかあっちの方も行く感じかな。で、ここはまっすぐ抜けられないから、ここかな？ここどこ？ああ、12、13、12、11。部屋でかくなっちゃったね。あ、で、そこから行く感じね。これ一応ぐるっと回っとこうか。一応。何かあるかもしれん。あ、これ通路がいっぱいあるのは、あいつらから逃げてもいいよっていう、そういう優しさだったかな？もしかすると。あ、優しさだわ。逃げながら、弾無駄遣いしないで行きなさいよって、そういうことか。で、水調子入れないわ。ちょっとその、いいか。いい部屋。あ、いい部屋。いい部屋しか入れないね。アイテムはなしか。あ、いや、アイテムあるわ。よしよし。弾。オッケー、10発。さて、じゃあここか。お邪魔します。ん？あ、これ発電機じゃない？よし、発電機つけたけど。あー、栄養ドリンクもありがとう。ありがとう。え、これでもしかして、あの、処置用の椅子が使えるようになっちゃったってことかな？そういうことじゃない？
しまあ戻るか。とりあえずここらのやつは全滅させてっからよ。ほらね同じ格好で寝やがって。あーで、これ押せばいいってこと？うわぁ、ちょい。あ？9653。9653だね。うん。ん？ 9659 か。はい。で、これ下戻ればいいのか。あれ、待って、これ1個足りなくない？まあ、とりあえず降りるけどさ。とりあえず降りて。はいはいはい。封じられた箱まではいけるんだけど、これ何かやり残してることがあるな。多分何かやってないぞ。俺、やってないぞ。とりあえず戻るしかないっちゃね。え？こんなとこ開けたっけ？開けてるのか。まあそうだね。これがお亡くなりになってるってことは開けたな。まあいいや、とりあえず。あ、L2 からこう貫通してきたん。ああ、来た。来ました。覚えてます。え、そしたら、とりあえずここさ、まず、ここに、ラピスの目の鍵、ここでね。おい、正解。で、あと、これが、なに ?9652。違う。9659。9659。これが9659でしょ？これが、9659。OK。で、あと1個。あと1個。この鎖の謎を私解けてないな。ちょっとこれ、どっかに放置してきちゃってるな、これ。ちょっとこの鎖の先端の方に多分ヒントがあるはずだから、ちょっと探してきますわ。ん？ああ、まあ、この先のやつか。あの、私が、あの、時計のやつか。時計のあの、3時の設定したやつね。あれのなんか謎解けてないのか、要は。これでジュルジュルしてるから、敵が。今、食、え、違う、L1 だ、L1。あ、いる。殴って。ちょっと。逃げよう。言うよ。大丈夫。いや、一人じゃない。こいつら一人じゃないぞ。ちょっと待って、一人じゃないのはまずい。なんだよ、どこにいんだよ。ちょ、この傘はまずい。この傘はダメ。いかん。いかんって。ちょっと待って、マジ無理だって。あの数は無理だって。ねえ。お前かや。お前だよ、まず。とりあえず数を減らして。よいしょ。OK。まず一人。弾を込めて。よし、ここの謎をどうにか解かないといけないんだな。ここのところ、これは開いてんのか。どこだ、これ。便所。ああ、もうこうやって繋がって走ってきた。ああ、はい。オッケー。ああ。よいしょ。よいしょ。うう、敵の方が早い。オッケー。よいしょ。
よいしょ。いや。オッケー。おい。ちょっとお薬飲ませてくれ。栄養ドリンクあればまだ俺は戦える。さて。で、もう一人いるんだよな、どっかに。どっかにいるんだろ。ああ、いるいるいる。知ってたよ、知ってたよ。よいしょ、膝にプレゼントフォーユー。よいしょ。OK、ああ、ナイスナイス、いいよ。はい。はい。よいしょ。よいしょ。OK、大丈夫だろう。これで大丈夫だろう。で、ここのやつが、ああ、溶けてる、2時、2時になってんだな。2時になってて、どっかにもう数字出てるってこと？これ。ここは開かない？M2、この部屋でなんか見逃してんだな。ここだな、多分。ここになんかあるはず。あ、違う違う、なんで、ジェームズ、違う、この部屋の謎を解こうって言ってるの、私は。これが、この薬が分からんのだよな。で、ここも特に何も数字見えないしな。ここも暗闇に消えていく。分かんねえ。あ、分かった。そうすると、ここで拾ったカレンダーがあるんですよ、カレンダーが。で、これ、あ、違う、危ない、メディカルじゃねえよ。なんで使おうとしたシリンジを使っちゃダメだって。で、ここの走り書きじゃなくて、カレンダーがあったと思うんですけど、これ。で、観察してももう1年。食べさせられた状態は数知らず、でもうるさくな時間やってくると、光が消えるたびに私は震えるなんですけど、だからこれが、ヒントになってて、あれでしょ、これ。まあ、ワンイヤーっていうのが、まあ、1時間なわけですよ。1時間だよ。もう1年。1年で1。で、2番目が、錠剤。で、錠剤が、ここにあるやつ。6でしょ。で、うるさくなる時間、こっちで設定したのが2だから、1、6、2。で、暗くなると、私は震えるってなってんだよ。これはもう、数打ち当たるでいこう。よし、じゃあ戻るぞ。よし、帰ってきた。で、ここのダイヤルが、まず1番目が1。で、次が6。で、次が2で、で、最後は分からんから、とりあえず、適当に回していくか。あ、まあ、選択で押すしかないんだな。2か。なんだったら車闇で震える。オッケー。クリアしましたわ。で、これが開くわけ？何もない。本当に大事なものは心の中にあるから目には見えないんだよってこと？あ、え？なんか加えてる。いや、マイナス1。エレベーターマイナス1ボタン。地下ってことか。所持品？あ、ここを開くのか、もしかして。目の前の扉。あ、最終的にここ開きそうだね。女の扉。なるほど。そしたらエレベーターに向かっていく感じか。あの人は、あ、なんだこれ。天使？あ、誰も知らない俺だけ。分かってる扉の人。細い糸の端。あいつらは渡れないで落ちる。
罪重いから落ちる、醜く太った水死体のような人の悪の人を食べてるあの人、俺を救ってくれる、救ってくれ、もっと綺麗に書いてあるじゃんこの文章。ちょっとあれじゃないですか、翻訳した人の個人的な感情が入り込みすぎじゃないか今の翻訳は。ちょっと一旦セーブしよう。よし、そしたらやっと進めるわ。でエレベーターってどこにあったっけ。あ、エレベーターはあるけど、これどっから入んのこれ。どっからならエレベーター入れる。いや、どこもエレベーター E にこうグニャグニャグニャってついてるな。あ、どこもだ。まあ、とりあえず、エレベーターどっか行ってみるしかないか。多分、こっち側、あれ？あれれれ？どっちだ？こっち、ここか。ここ、あれ？あ、行けない？ん？あれ、待って、なんか閉じ込められてない？これ。あ、なんか閉じ込められてんな。あ、これ、え？あ、ここにエレベーター。ここにあったか。なんだ、ここにあんじゃん、エレベーター。閉じ込められちゃったと思った。ここにエレベーターマイナス1ボタン。で、押す。おお！お待たせいたしました。エキサイティングな時間をお届けする番組、トリック・オア・トリート。これから出すクイズに正解すると、夢のような素晴らしい商品が手に入ります。しかし不正解だった場合は罰を受けなければいけない。なんで、全ては幸運な出場者にかかっています。ジェイムス・サンダーランド。俺、ジェイムス、トリックはトリートの準備はできてますか。素晴らしい。では第1問です。1800年代初頭、サイレントヒルでは恐ろしい病気が広がり、そのため多くの人が亡くなりました。その遺体は湖に葬られ、皆そこで眠っています。この病気で何人の住民が亡くなったでしょう。1番42人、2番67人、3番85人。わかりますか。答えは覚えておきましょう。いつ役に立つかわかりませんよ。ではねえ、答えわかんないよ。何？サンダース通りを東に進むと町の外に出ます。そこに1本だけ木材置き場と墓地に向かっていく道があります。その道の名前は、1番バックマンロード、2番マンソンストリート、3番ウィルツロード。いや、わかんねえって。正解を期待します。わかんねえって。それでは最後の第3問。この町では数年前、むごい殺人事件が起きました。道で遊んでいた幼い兄と妹が斧で襲われ、切り刻まれ、バラバラにされたのです。裂ける皮膚、砕ける骨、飛び散る血、かわいそうなことです。罪のない命が残酷に奪われた。被害者の一人はビリー・ロケインという少年です。では、もう一人の被害者であるビリーの妹の名前は、1番ミリアム、2番ヘザー、3番ジュリア。さあ、最後の問題でした。全部わかりました。そうなら素晴らしい。商品を受け取るのはもうすぐそこです。でも気をつけて、間違えると。では今日はここで終わりにいたしましょう。皆さん、ご清聴ありがとう。またいつかどこかで、やめる時も健やかなる時も、さようなら。いや、マジでわかんねえんだけど。何何何、なんだ今のは。ごめん、答えなんか全然わかんないんだけど。開かない？開かないっすか？開いたわ。どこ今？地下室だ。どっかで使うってことでしょ、これ。やんだ、もう。
違うわ。いけない。やーべえ。わかんねえよ。今のわかりませんよ。一個も。一個も。なんちゃらストリートぐらいはわかるかもしれんな。地図調べればいいんだけど。ああ、もう早速か。早速いるんだな。あの人だけ？一人だけかな？いや、一人だけならまだいいんだけど。ああ、気づかれた。気づかれてない？あれ？気づかれたと思ったんだけど、そんなことはないですね。よし、とりあえず弾。あ、よいしょ。虫がいたか。なるほど、貴様だったか。で、あとはもう先行くしかないのか。そうだね。じゃあ、お姉さんのところを通過していくしかないんだね、やっぱり。今、頭振ってんじゃない？あ、いるいるいる。ちょっとショットガンどんだけ効くかやってみようかな。一発ちょっとぶちかましてみよう、こいつ。一発ぶちかましてみよう。ドン。おおすごい。え、マジで？拳銃であんな苦労してたのに？嘘だろ？ショットガン強っ。ショットガン強っ。え、嘘？こんな強いんだ。ゴミが次々降ってくるわ。何これ、汚ねー。で、今いるとこどこ？ゴミ置き場ね。はいはいはい。階段？いや、これ構えてるってことはまだいるのか、もしかして。なんか、ありがてえ。PP エイド。よし。ああ、いるわ。はい。よしよし。ジェームズ、ちょっと、気合い入れて、殴ってけよ。ダメだから、ちゃんと。本当はここね、消費する予定は全くないんけど、消費しなくちゃいけないかもしれん。よし。とりあえず大丈夫？で、あとは、特に、え、何もないってことないよね。あ、メンテナンス室ってとこか。とりあえずここにはもう何も用事はなさそうかな。で、この正面のところ、ここか。あ、入ってきたけど、ここでいいのかどうかわかんねえ。なんか、あそこの切り込みからね、綺麗なスリット入ってるから、あそこから行くしかなさそうだ。よし、じゃあ行くか。お邪魔します。で、これ回すわけでもなし。これ発電機だな。あー、なるほど。ポンプ室、選択肢、本当に地下か。地下を見ていく感じね、またね。また地下を見ていく感じ？はいはい、わかりましたよ。この先抜けていくしかないと。あ、奈落が口を開けておる。となると、これもう、はいはい、いけないと。で、ボイラー室と洗濯倉庫。なるほど。じゃあ、まず洗濯倉庫的なところを見ていくか。まずここだね。よし。大丈夫か。気をつけろよ。気をつけろよ。何があるかわからないからな。あ、ここもしかしてショートカット的な？開かなーい。よし、でも大丈夫。でも大丈夫。でも大丈夫。で、これは、え、何？え、で、で、で、ま、ふざけ。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 うろ。OK。ふぅ。マネキンが
マネキンが。おっと、おお。おっと、あれどこ行った？どこ行った？よいしょ、よいしょ、よいしょ、逃げろ、逃げろ、逃げろ、爆発するぞ。来たねー。ちょっと、うん、もうやめてって言ってるじゃない。そういう、そういうさ、いつまでもいつまでも臭いガスを残すのやめてって。お願い、僕からお願いです。やめてください。おお、なになに、なになに、なになに、今何？お前起きてんの？ふざけんなよ。寝てろっつっただろ、お前は。ちょ、やばい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 。あいつ壁の中。起き上がっちゃダメだって。まったく、まったく、まったく、もうまだ生きてるか、まだやるかい、まだやるかい、まだやるかい。ダメだこれ、やべ、シリンジ豚だと死ぬ。ああ、ふう、気持ちよくなっちまったぜ。で、選択室はおしまいと。あ、おしまいじゃない、まだこれからか。いや、マジで回復薬欲しいな。まだ、まだ欲しいぞ。ありがてえけど。ありがてえけど。大丈夫？ただでくれないんでしょ、どうせ。ただでくれた。ただでくれた、ありがとう。よしよし、何もないな。何もないっすね。何もないな。あ、いや、なんか書いてある。あ、タンクか。燃料タンクオッケー。あ、開けられる？何もないんかい。よし、まあ、とりあえず栄養ドリンク1本もらったから、ありがとうと言っとくしかないな。で、倉庫はないから、ボイラー室とか、ボイラー室入れないんだね。あ、一方通行だ、本当に。てか、そろそろセーブポイントないっすか？セーブポイント。セーブポイントないかな？セーブポイントないかな？こん中ね、はいはい、オッケー。これ、アイテムある。ゲッチュー。中入ります。よし。ふぅ。で、ここいるのが今、ボイラー室ね。ボイラー室から行って、機械室とポンプ室。はいはいはい、経由していけばいいわけだ。はい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 。で、ここ。OK。OK。弾3発と殴り1発でなんとかなるな。よいしょ。よいしょ。OK。血が出てる。OK。俺の勝ち。さて、お願いしますよ。お願いしますよ。ここはもう開かない感じか。あーで、なるほどね。これ越えていけと。俺の屍を越えていけパターンだな。よし、行くぞ。で、こっち側。ふぅ。あー、でもここの隙間行くしかないわけだ。オッケー、任してくれ。ふぅ。え？あっち側も行けるな。なにこれ？はが、銅の指輪？あ、ああ、ジェイムス。マリア、なんでこんなとこにいんだよ。いや、え？マリアだったな。そうだよね。悪い。とにかく無事でよかった。とにかく？とにかくって何なの？危うくあっちで死にそうになったのよ。あんな怖い目にあったの初めてだわ。あ、ごめん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 って。メアリー、メアリーって死んだ人がそんなに大事？ごめんって。私なんてどうでもいいんでしょ。いや、そんな、なん、急にメンヘラじゃん。二度と置いてかないで。面倒見てくれるんじゃないの。何の話を、もうこいつやばい、やばい。ほら、それはジェームズすげえ顔してるぞ。見つかったけど閉じ込めてきた僕を。けどすぐ逃げられた。え？
なら探しに行かなきゃ。ああ、でも君、ずいぶんあの子にこだわるな。知り合いか？別に。初めて会った子よ。じゃあなんて？でもかわいそうじゃない、たった一人きりで。ああ、まあ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 ね、はい。よくわかんないけど、守らなきゃいけない気がして。そうっすか、母性本能的なやつかな。よしよしよし。ほら、探しましょう。じゃあ一人じゃなくなったところで今日は終わりにしましょうかね。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。ちょ、この先行けねえのかな、なんかはしごついてんだよね。まあ、いっか。というわけで終わりにしたいと思います。次回はまたこの続き、地下室の探索を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ここまでお語り私、コーニーでお送りいたしました。それではまた次回、お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。Thank you.